日頃市線は、岩手県大船渡市の西駅から岩手石橋駅に、至る岩手開発鉄道の鉄道路線である。同じく、岩手開発鉄道の路線で、西駅から赤崎駅に至る赤崎線についてもここで述べる。両路線とも貨物線で、実質的には一路線として機能している。大船渡市内陸部にある、大船渡鉱山で採掘した、石灰石を、 岩手石橋駅で積み込み、森駅を経由して、同市赤崎町にある赤崎駅まで輸送し、太平洋セメント大船渡工場まで運んでいる。かつて日頃支線では旅客営業が行われていたが1992年に廃止されている。突起なければ両路線とも同じ。石灰石輸送貨物列車が岩手石橋、赤崎間に運転されている。 以前は深夜まで運行されていたが、産出量減少のため2003年頃から、平日の日中のみの運行になっており、土曜、日曜は、全便運休となっている。旅客列車は、1992年の旅客営業廃止直前時点で、朝2往復、夕方1往復の、計1日3往復が運行され、うち朝の1往復は、森から日頃し間の区間運転であった。 地域振興や林産資源などの輸送のため、大船渡先生駅から、遠野市にある釜石線平荘駅までを結ぶ、鉄道として計画された。1941年に着工したが、太平洋戦争中に工事が中断。戦後再開し、1950年に日頃支線として、生から日頃支間が開業した。1957年には、 セメント工場のある赤崎までの赤崎線が開設され、セメント輸送を開始した。その後、日頃支線が長岩鉱山のある岩手石橋まで延伸され、小野田セメントの石灰石輸送を開始した。日頃支線では開業当初から旅客営業も行っていたが、従業員家族の福利構成の一環として、運賃を安価に設定するなど、 収益を期待できるものではなかった。貨物輸送の減少から旅客輸送を行う経営的余裕がなくなり、1992年に廃止された。なお、沿線のほぼ全線にわたって国道107号が並行しており、岩手県交通大船と営業所の路線バスが運行しているため、代替バス路線の設定は行われなかった。正規 伊川駅長安寺駅から日頃市駅岩手、石橋駅貨物は、岩手石橋駅でのみ扱っており、それ以外の駅では、貨物扱いはなく、実質的には、列車駅違いのための信号場として機能している。旅客営業廃止後も、各駅の駅舎、プラットホームは残っているが、伊川駅はホームが撤去されて、道路から駅に通じる階段が残るのみである。聖駅。 赤崎駅、ありがとうございます。